今回はテステステロンを上げるために世界的に有名なケーゲル体操を紹介していきます。今回の動画を行うことで男性はテステステロンが上がって性欲が上がり、中折れ ED 改善に効果的です。女性は尿漏れやヒップアップに効果的。寝たまま一緒にやりましょう。スマホ置いてみながらやりましょう。寝た状態で交互に膝を開いていきましょう。交互に膝を開いていきます。股関節をゆっくり開くイメージです。楽にやっていきましょう。スマホ置き難しい人はこうやって見ながらやってもいいです。ゆっくり力を抜いて膝をパカッと開いてください。内転筋が硬くなってしまうとどうしても下半身の血流がね悪くなってきます。鼠径部周りの筋肉をゆっくり剥がしていきましょう。これはもう男性も女性もね、これ絶対やった方がいいメニューですから、最後までリラックスしてできますんで頑張りましょう。よーし、 OK。 今度は足開いたら交互に膝を倒しましょう。こういう感じです。楽にね、倒せれる範囲でいいですからね。ゆっくりいきましょう。ほら、楽にね、力抜いてやってください。ポイントはね、股関節周りの筋肉を緩めること。これで血流が上がってきますからね。後半はね、ちょっと力を入れるメニューも入ってますが、全然できるメニューになってますんで、ゆっくりリラックスしてやっていきましょう。やっぱりだんだんとね、下半身の悩み出てきますよね。よーし、よーし、 OK。 今度足の裏を合わせましょう。このままね、パカパカ膝を開いてください。開けれる範囲でいいですからね。ゆっくりパカパカパカと開けて、たまにね、勢いつけて倒してみたり、広げたところから広げてみたり、楽に動かしてください。やっぱこの辺がね、硬い人と叩いたりとかね、さすったりすると広がりやすくなってきますよ。力抜いて楽にやりましょう。これ毎日1回やったらね、すごい下半身の血流がね良くなるんで、 ED 中折れ悩みがなくなります。女性はね、下半身のむくみとかが取れてきますから、もう全員やった方がいいメニューですね。よーし、 OK。 今度はね、スマホを置いたままですね、膝を回していきましょう。抱えた膝を外に回す。腰、お腹伸びてる感じがあればバッチリですよ。結構こうやってね、回すと腰の筋肉よく伸びますよね。やっぱ腰が硬いだけでもお尻が硬くなりますから、やっぱ下半身の血流が悪くなる。ちょっと余裕があったらね、グッと膝を開いてみて、回して開く。これが硬い人はね、反り腰とかね、お腹が出やすいとか、むくみにつながりますからね。よーし、 OK。 はい、そしたらね、足ちょっと開いた状態でお尻を浮かせて戻す。床を踏みながらお尻を締めながら持ち上げてくださいね。床を踏んでお尻を締める、ぐーっと締める。お尻を締めるとね、この丹田に力が入りますから、この状態ってね、例えばトイレ我慢してるときとか、男性でいうとね、こう起き上がってるときの硬さにね、すごい重要があります。このおへそをね締めて、お尻の奥を締める。女性でいうと、ほら、ね、尿漏れとかね、トイレが近いよって人、トイレあんま我慢できなくなったよって人はね、これが良くなってますからね。よーし、はい、この足の幅のままで、今度は骨盤を起こしますよ、グッと。こう、
反れてる腰を起こす、腰を下に押し付けるようなイメージです。腰を床にペタッとつけて下に押す。そしたらお尻、お腹、力入ってると思います。ふーぐーっと力入れて、これがすごい効きますからね。お腹触ってみて多分硬くなってると思いますから、このお尻締める感じっていうのはね、もうすごい大事。この骨盤底筋にね、ぐっと力入れてる感じですから、これがぐーぐー。よーし、オッケー。じゃあ今度は四つん這いになりましょう。肘をついて、このままお尻を後ろに動かします。お尻を突き出す。これをお尻を上に突き上げるときと、腰を丸めてお尻を下に下げる。できればこの両方意識してみて。お尻を上げる、お尻を下げる。このね、腰の動きが上手になるとすごいね、骨盤底筋に力入れやすくなりますから。丸めて下げる、反って下げる、こういうのがね、自由に使えてくるといいですね。よーし、 OK。 じゃあ今度は膝立ちの状態から起きる。起きたらお尻をしっかり締める。正座から起きる。お腹に力入れて立つ。息吐きながら、ふう。腰を丸める。こういう起こす感じでね。腰を起こす。やってみて。ふっ。お尻の奥に力が入ってると思います。やりながら、ふー、一回一回ちゃんとね、お尻とおへその中間にある部分、丹田を意識してお尻を締めてみて。ぐっぐっと近い。よーし、 OK。 じゃあ今度このままで骨盤を前傾後傾、ちょっと難しいよ。前傾後傾、こういう腰の動きをね、お尻を締めながら、お尻締める力とか腹筋が弱いと、この動きがね、今度できなくなります。ちゃんとね、グッグッとね、体全体にするんじゃなくて、ここだけ動かすイメージ。こういうのが自由自在にね、できてくると下半身の血流が良くなります。こういう骨盤の動き、こういう動きね、よいよ、その調子、あっさと回るよ。よし、 OK。 今回の体操、毎日やることでテステステロンと下半身の血流爆上がりしますから、中折れ ED たまにあるよっていう人は続けてみて、やった人はグッドボタンとコメントで感想を教えてね。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。